Hello everyone, I'm glad to see you, glad.何？俺のこと連れてきたかったらな、5問出すから3問以上正解できなくちゃいけねえんだよ。そうだよ、始まっただよ、いつもだよ。甲子園とは限んないよ。何もんな、甲子園じゃなくたっていいんだよ。相撲だっていいんだよ、野球だっていいし、サッカーだっていいし、志村けんのことだっていいんだよ。何でも、何でもいいんだよ。プロ野球で。プロ野球で。プロ野球ですか？ぜひ。長嶋茂雄が地獄の伊藤キャンプを開いたのは昭和何年でしょう。やべえ、わかんねえ。地獄の伊藤キャンプ。地獄の伊藤キャンプ。名前は知ってるんだけど、昭和何年か。正解は昭和54年でした。では、埼玉西武ライオンズが初めて日本一になったのは何年でしょう。初めてというのは西武ライオンズになってから、したがって西鉄ライオンズやクラウンライターライオンズなどは除きます。初めて、はい、西武ライオンズが初めて日本一になった年は何年だ。2000なわけねえだろ。だいたいねえな、1番石毛、2番平野、3番秋山、4番清原、5番デストラーデ、6番辻、7番田辺、8番伊藤、9番戸間城。この時代はいつだよ。清原がいた時代なんで1987年。はい、残念でした。87年日本一になったのは当たってるけども残念。あなたの好きなプロ野球チームはどこだ。僕は一応阪神が。では阪神タイガースが日本一になったのは昭和何年でしょう。昭和だと1900でもいいよ。阪神タイガースは1回しか日本一になったことがありません。そうだよな、あの年バースがいた年。阪神ファンとか言っときながら、何が阪神ファンだよ、そんなことも知らないくせに。阪神が日本一になったの何年か分かんないの、あなた。阪神ファンね。一応まあ野球の球団の中では阪神ファンなのっちゃダメだよ。阪神の日本一はたったの1回だけなんだもん。ではその阪神タイガース日本一のきっかけとなった日本シリーズのラストバッターの日となってしまった選手の名前をフルネームで答えよう。阪神タイガース日本一のきっかけとなったラストバッター9番バッターとかじゃなくて、その試合のラストです。その試合のラストバッター、あの3アウト目になったバッターです。9回の裏の。そのバッターがアウトになって阪神が胴上げしました。まあ1個だけヒントをやると、そいつに2球団の監督になってるね、引退後。もしかしてその時の阪神の対戦相手分かってない、あなた。ちょっと分かってないよ。じゃあもうゲームオーバーだな。ちなみに阪神日本一の時のラストバッターは誰でしょう。阪神、こいつが阪神を選んだから。あなただったらどこ選ぶの。じゃあ僕どうしようかな、ソフトバンクで。ソフトバンクか。俺あんまりソフトバンクって福岡出身なんで。あ、福岡なんだ。ソフトバンクね。ではソフトバンクが初めて
まあ、ホークスが初めて九州に移った年、使っていた球場の名前は何球場だ？九州に移った年。九州に移った直後に使った球場。ガンノス球場じゃなくて。ん？ガンノスじゃなくてですか？違うよ。あれ？ありがとうございます。行きます。行きます。西鉄ライオンズのホームグラウンドだったところ。西鉄ライオンズのホームグラウンド。うん。そこを使ったんですよ。どこだ。あ、どこって言ってる時点じゃもうダメだな。分かんないですね。うん。ソフトバンク俺あんま好きじゃねえんだからな。めっちゃ悪いけど。俺どこファンだか分かる、まあどこファンだか分かるだろうな。ソフトバンク好きじゃねえんだよなって言ってる時点で。っていうことはもう巨人ですよね。ジャイアンツ。今こいつに俺なんて言った？え、なんて言った？お疲れ様です。ありがとうございます。ライオンズが初めて優勝したのは何年だ？ライオンズが初めて優勝したの、うん、それとかあとは1番石毛とか俺は言ったはずだ。あ、そうですね。セーブが、うん、まあ、セリーグはジャイアンツだな。あ、セリーグ選ぶとしたらジャイアンツ選びます。さてなぜでしょう。今年からあるジャイアンツ OB がジャイアンツのコーチに戻るから。え、そうなの？はい、誰でしょう。ジャイアンツの人ですか。ジャイアンツ OB の選手がジャイアンツのピッチングコーチになります。誰でしょう。ピッチングコーチ桑田とかじゃなくてですか。あ、それだけしか当たんないじゃん。桑田は当たり。桑田当たりですか。ホークスか。じゃあホークスが日本一に初めてなったのは。日本一初めてか。福岡来て以降です。はいはいはい。福岡ダイエーホークスの当初だったんですよね。はい、1900、うん、何年だろう。86とかですか。はい、残念。1986はまだ南海ホークス。あ、南海ホークス。ダイエーホークスになったのは1988年までで、はいはい、1989年からなの。ああ。福岡出身なんだね。福岡出身です。福岡出身か。じゃあ清宮が明徳義塾に勝った年。清宮が明徳義塾に勝った年、早稲田実業が明徳義塾に勝った年。福岡県代表として甲子園に出場した高校は何高校だ。ちなみにこの高校早稲田実業に勝ちました。清宮の。え、マジで。はい、マジで勝ちました。高校あったっけ。はい、その高校の応援歌を一つ言います。おー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 。これ本当は埼玉西武ライオンズの応援歌だ。え、ちなみに何年ですか。何年か聞いてもいいですか。何年だったかな。記憶にあったのはその第一試合がその福岡県代表対神戸国際大付属の試合だったんで、一塁側アルプスに俺を、まず一塁側って珍しいですもんね。一塁側アルプスで俺福岡の応援席で応援してたの一応。そうなんです。本当は早稲田実業見たかったから、はいはいはい、陣取ってたんだけど。福岡が勝つって珍しいな。どこだ。でその後その試合も勝ったし、神戸国際大付属高校にも勝って、さらにその次は早稲田実業にも勝ったんですよ。どこだ。そんな強いのがあるか。さあ何高校だ。筑紫ヶ丘。残念、ゲームオーバーです。